フローレス島は、大西洋上にあるマカロネシアの一部、ポルトガル領のアゾレス諸島を構成する9つの主要な島のうち、最西端に位置する人口約1500人の島である。モンシケ島のように、アゾレス諸島を構成する島の中には、さらに西に位置する島も存在する。アゾレス諸島を構成する主要な9島の位置関係フローレス島の地図フローレス島は、 南北方向を長軸とする楕円に近い形をした島である。長軸方向は約1 7トル短軸方向が約1 2 5トル面積は約143平方キロメートルである。大西洋中央海嶺上に存在するホットスポットの一つであるアゾレスホットスポットによってアゾレス諸島が形成されたと考えられている。 フローレス島もまた火山活動によって形成された島と考えられており、約143平方キロメートル島内には7つもの加工庫が存在している。アゾレス諸島は東側がユーラシアプレート上に、西側が北アメリカプレート上に乗っているとされており、フローレス島は北アメリカプレート上に乗っている。フローレス島の最高標高地点は、 アウト級にある914メートルの無名地点である。アウト級もまた火山活動によって形成されたとされている。アゾレス諸島の他の地域よりも降水量が多く、1年間の雨日数は240日であり、3分の2は雨が降る。この地域特有の夏の乾燥も弱いことから温暖出順気候に区分される。透明のフローレスとはポルトガル語で、 花という意味である。島内では夏季に青色やピンク色のアジサイの花が見られる。フローレス島はポルトガル領ながらフランスと軍事協定を締結しており、島内にはフランス軍基地が設置されている。フローレスアイランドハット AB フローレスハイポイント、ポルトガルハット、ウェザーベース、ヒストリカルウェザーフォーフローレス、ポルトガル。ウェザーベース、2013年5月10日閲覧 ありがとうございます。